フェアフィールド軍はアメリカ合衆国オハイオ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14万6156人であり、2000年の12万2759人から19.1%増加した。軍庁所在地はランカスター市であり、同軍で人口最大の都市でもある。フェアフィールド軍はコロンバス大都市圏に属している。 軍名は、イギリス、ランカシャー州ランカスター市のフェアフィールド地域から取られた。軍庁所在地のランカスター市も同様である。フェアフィールド軍は当初現在よりも広い領域だったが、その後に、軍域から、ノックス軍、ホッキング軍、リッキング軍、ペリー軍、ピッカウェイ軍が設立されて、現在の広さまで小さくなった。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は508.56平方マイルで、あり、このうち陸地504.41平方マイル、水域は4.15平方マイルで、水域率は0.82%である。フェアフィールド軍は、アパラチア山脈の縁に位置している。かつて氷河作用を受けた、軍北部はかなり平坦だが、アメリカ国道33号線に沿って南下すると、キャロル村あたりから、 山岳部の麓丘陵部が始まる。州あるいは連邦政府によって定義されたアパラチア三脈には入っていないが、軍内の特定地域、特にアメリカ国道22号線より南の地域は地形的にも人口的にもアパラチア三脈地方の特徴を持っている。景観の良いホッキング丘陵が南側にあるが、その大半は南隣のホッキング群に入っている。 バッカイコの大半はフェアフィールド軍北東部にある。幽霊屋敷という評判があるマッドハウス邸宅が軍内にある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フェアフィールド軍監査官の章、フェアフィールド軍ズフェアフィールド軍は下記13の軍区に分割されている。ありがとうございます。